スノーマンカウントダウン TV でラブトリガー披露、そしてラウルがハニーレモンソーダ以来の金髪。どうも皆さん、こんにちは、クーです。はい、今日はですね、昨日放送されたカウントダウン TV の方ですね、スノーマンがラブトリガーと We Will Go Together をフルサイズで披露したんですけども、この動画ではですね、ラブトリガーの方の感想と、あともう一つはラウールが久々の金髪をしていることに対して、まあ、感想というか、まあやばい、めちゃめちゃもうかっこいいねみたいな、ただの感想というか、まあ好きだなみたいなところについてお話ししていきたいなっていうふうに思います。で、スノーマンのラブトリガーと We Will Go Together に関してはですね、まあ、2月14日の方に発売をするので、まあその2日前ってところで、まあフルサイズでこのラブトリガー We Will Go Together を発売したことによって、一体何枚このスノーマンの記念すべき10枚目のシングルで何枚売り上げるのかなっていうのは少し楽しみな部分ではありますね。以前ですね、スノーマンのこの10枚目のシングルラブトリガーと We Will Go Together がですね、まあ2月14日バレンタインに発売するときに、まあ、僕は下手したらミリオンとかいっちゃうんじゃないのかな、まあ、なんでかっていうと特典でカレンダーとかもついてるんでみたいなとこも含めてお話させていただいたので、ぜひそちらの動画もチェックしていただけたらなって思います。本編のラブトリガーに入りたいなと思うんですけども、まあ、その前にやっぱりラウールの金髪には触れなきゃ、まあ、先に進めないなと思って、まあ、今日 X 見てなくて全くで、普通にカウントダウン TV と朝スノーマンどっちもフルサイズで歌うって言ってたから見ようと思ってテレビつけて、まあ、ちょっとお菓子とか食べながら待ってたら、あれ？ラウール金髪？と思って、正直最初あんまにとか言っちゃった。あんまり気にしてなかったんですよね、ラウールのことを。まあなんか普通にいるなーっていう言い方変ですけど、普通にスノーマン9人を全体像ずっと見てたんですよ。誰か一人にフォーカスを当てて見てたわけじゃなくて、本当に9人をなんか全体図で見てたんですよね。で、ヒー君が歌って、ジーコが歌ってとか、のほほーんと見てたら、まあラウールの、あのパートのところに入ってメメの後ですよね。そこに来た時に、あれ？ラウール金髪じゃね？と思って、パフォーマンスを、まあ、ゆっくりというかじっくり見たいのに、まあ、ラウールのこの金髪っていうのが自分のなんか頭の中をすごく支配しちゃったんですよね。なんか新しいお仕事決まってたかなとか、なんかドラマとか決まってんのか、映画でも決まってんのかとか、なんでこんな急に金髪にしたんだみたいな、それがまず焦っちゃってというか、なんでなんでなんでっていう、そのなんか頭の中で考察というか考え事をすごいしちゃったんですよね。あとこの金髪っていうのがいつぶりの金髪だったのか、ハニーレモンソーダ以来だったかなーと思って、まあそれでパフォーマンス一回見て、もう一回このラウールの金髪を無視してちゃんとパフォーマンスを見たんですよね、9人ので。2回見た後に X を開いたんですよ、ツイッター。そしたらまあトレンドで、ね、ツイッターのトレンドで、まあ、ラウール金髪とかハニーレモンソーダって、ハニーレモンソーダが、まあ、今更って言い方変ですけど、今更トレンド入るのってすごいじゃないですか。だからもうハニーレモンソーダ以来かと思ったら、4枚目のシングルなんでかなり久々だなっていう気もしますし、プラスアルファハニーレモンソーダのラウールの写真を見たら、もちろんハニーレモンソーダのラウールもかっこいいしビジュアル化け物なんですけど、やっぱりまだ幼さというか可愛い感じっていうのが残ってますよね。前回の金髪に関しては、まあ、高校生のちょっとチャラめの可愛い男の子みたいな感じのイメージがあったんですけど、今回に関してはなんかほんとね、白すぎるのとなんか美しすぎて、ほんと金髪にしちゃったら全部真っ白なんですよ。今回衣装も白かったじゃないですか。なので髪の毛、顔、洋服が全部白いんで、なんかあれ天使かなと思って、天使じゃんって僕は思っちゃいましたね。いや、こんな天使になれる人間います？でもかも、このラウールの金髪にその興奮が止まらなくて、僕奇抜な髪色が似合う人大好きなんですよ。まあ世の中の日本人の世の中の男性はほとんど黒髪じゃないですか。大学生とかって染めてる人もいると思うんですけども、僕個人的にはそういう髪の毛が染めてある状態で似合う人って最強だなって思うんですよね。よく女の人がショートカットで可愛い人はロングでも可愛いみたいなイメージがあると思うんですけど、僕は男性は奇抜な髪色が似合う人は本当にイケメンだなって思いますね。
で、今更なんですけど、早速パフォーマンスの方に入っていきたいなって思うんですけども、カウントダウン TV の方に関しては、やっぱその M ステとかとは違って、もちろん M ステは M ステの良さもあるんですけども、後ろのこのレーザーとかの照明が、やっぱりライブ感っていうのは本当に出してくれるんで、僕はこのラブトリガーまだちゃんと見たことない、見たことっていうかもちろん本人たちが披露してるのを目の前で見たことはないんですけども、まあ、本当にすごくライブの映像に近いこういった照明でやってくれるっていうのがイメージが湧きますよね、一個。で、今回はちょっと2番をメインで話していこうかなと思うんですけども、まあ、その前にやっぱりラウルの Can you give me one more night? っていうところの、このラウルのちょっとね、なんかなんだろう、投げキッスじゃないんですけど、人差し指じゃない中指を唇にポンと当てるんですよ。それ見た時に、まあ、僕はまあ口を塞ぎましたね。塞いだって手でみたいでやっちゃったぐらい美しいって思いましたね。で、フッカのレッツゲリンナウっていうところ、まあね、もうここレッツゲリンナウ、フッカのねズームめっちゃかっこよくて好きなんですけど、僕はあのレッツゲリンナウっていうところのあのポージングがめちゃくちゃ好きなんですよ。今回はね、なんかほんと 0.1 秒ぐらいだけ映ったんですけど、でもまあ難しいか、やっぱフッカのね、決めるところだからそこなくせってわけにもいかないし、なんかほんと難しいんですけど、あのね、9人の最高のポージングっていうのを僕は結構見たいんですよね。で、その後また2番の、もちろんメンバー一人一人の部分もいいんですけど、やっぱり何回も言っちゃうんですけど、ラウルのフッカのさっきのパートと同じで、Let's get it now! っていうところ、あそこのラウルがちょっと半目というか、なんか、なんだろう、半目って言わないんですかね。多分今画像出てると思うんですけど、なんか言い方はすごい、僕がちょっと語彙力ないんであれなんですけど、眠たそうな顔みたいな、そういうような色気を出せるし、この金髪にかかってる前髪、おい、その前髪くれよ、ラウルって思うぐらい美しいっすよね。で、僕このラブトリガーのすごい好きな振り付けで、あなたに愛されたいのさっていう時に、この右腕と左手を顔の左から真ん中右って合わせていくんですよね。なぞっていくっていうのが正しいのかもしれないですけど、結構人によって癖があって、ヒカルくんとかはなんかテンテンテンって顔を触っていく感じがするんですよ、指で。で、僕伊達さんのもすごく好きで、伊達さんのはそのヒー君みたいな感じで指で顔をテンテンテンって触っていくんじゃなくて、舐めるように流していくんですよね、左から右へって。で、すごく伊達さんって薬指とか小指とか中指っていうのをすごく長く使うんですよ、指で。そこがやっぱ他のメンバーとまた違う個性っていうのを指一つで見せてる伊達さんっていうのは、まあ、ヒー君もそうなんですけども、この二人のこの顔をなぞる振り付けは僕はもうめちゃくちゃ好きで、本当これで毎日ご飯2杯いけますね、僕は。このなぞる指、二重の中指と薬指欲しいっすもんね。あ、やばいっすね、言ってること。はい、今日はですね、スノーマンのラブトリガー最高っていうところで、ラブトリガーよりも正直ラウルの金髪最高のところが多かったかもしれないんですけども、ぜひ皆さんの方でもですね、ラブトリガーのパフォーマンスについてだったりとか、ラウルの金髪やばいねって思うところ、ぜひコメントで教えていただけたらなってに思います。はい、自分はですね、こういったスノーマンの話や旧ジャニーズの話っていうのを自分の思いや主観でお話しさせていただいているので、ぜひチャンネル登録高評価で応援していただけたらなっていうふうに思います。ラウール金髪するんだったら先に言ってよ。まだね。